男性が無意識のうちに警戒心を抱いてしまう女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスということで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。あなたが彼に何かをしたわけではない、それこそ血のついた包丁を持ってね彼の前に現れたとか、スマホをタップするだけで毎月20万円儲かるけどどうよみたいなね怪しげな勧誘をするとかね、そういうことしてるわけじゃないんだけど、なぜだか警戒心を抱かれる、男性が女性に対して無意識のうちにね警戒心を持ってしまうときはどんなときなのか、どんな女性に対してそう思うのかというお話、今日は代表的なものを6つご紹介をしていこうと思いますが、どうしてもねこう自己肯定感が高まらないというか自分に自信が持てなくて、お相手に対してね警戒心を抱かせるような行動をしてしまうというような方はね、こういった、自己肯定感を高めるというか、自信をどう育んでいくかみたいなお話のセミナーをやらせていただいています。これは僕が講師でやってますんで、お越しいただくと僕が喋ってますから、こちらに画像が出ていてね、日程とか場所は下の概要欄説明欄に出ているので、そちらをご参照いただいて、ご都合よければねこちらにお越しいただければいいんだけど、日程とかね、こちらにリンクも出てますから、こちらから飛んでいただいてご確認いただければいいんだけど、今日は日常のあるある的なお話でね、男性はこういう場面こういう接し方をされると女性に対して警戒心を抱いてしまうから、注意した方がいいんじゃないですかというようなお話です。もちろんここでご紹介させているお話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたりとか、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄にリンクも出ていますので、そちらの方からね、ホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらの方から、お申し込みくださいませ。若干近々の日程がね混み合っているので少し先の予定をね余裕を持ってお申し込みください。ということで、今日はね男性が無意識のうちに警戒心を抱いてしまう女性の特徴ということで、代表的なものも6ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、男も女もだよね、笑わない、笑顔がないと、いう状態になるとそれは警戒心も抱くわね普通にね、あなたもねこう何話したって笑ってくれないというか、何話したってこうムスッとされているならば、ちょっとあれこの人と話してもダメなんかなとかね、この人と話しても私の話なんか喜ばれてないんじゃないかなっていうふうに、それは思うじゃないですか。それは男も女もね、笑顔というのはどんな場面でもそうなんだけど、もちろん笑顔の種類もあるんだけど、お相手をね受け入れるサインっていうね、これはもう人類共通というか、多くの場合笑ってる人というのは基本的にお相手を受け入れたい、受け入れますよというサインなんです。繰り返し申し上げますが、笑顔の種類とかね状況環境にもよるという前提はあるんだけど、一般的にはね、にもかかわらず笑わないというか、何にもかかわらず笑顔を見せてくれないと、それは警戒するというか、あれシャッター閉められちゃってるし、なんか俺受け入れてもらえないからダメなんかなというふうに、思っちゃうことはあるんでね、だから笑った方がいいよねっていう話なんです。もちろんねこう笑わない人の側からすると、お相手に対してねちょっとこうだらしない表情とか見せちゃあかんかなとか、ちょっと緊張感保っとかなきゃいけないかなとかね、隙をねしっかりと見せないようにしておかなきゃなとか、いろんな思いがあってそうすることがあると思うんです。とはいえやっぱりお相手とするならば、やっぱりこう笑われた方がね、笑われたというか笑顔を見せてくれた方がやっぱりこう気持ちほぐれるし、その人と一緒にいることに対しての警戒心みたいなものってなくなっていくじゃないですか。だからこれは男女の関係だけじゃなくて同性同士でもね、同じ話なんで、なんかねいつも私お相手に対して警戒心を抱かせてしまうんよねとかね、どうも距離が縮まらないんでというふうに感じている方、笑顔でいるかどうかっていうのをねもう一回考え直してみていただくといいかもしれません。そして2番目はこちらです。はい、否定をするというかね、マウントを取るというマウンティングするという言い方でもいいかもしれません。お相手に対してその考え方ちゃうとかね、その考え方あかん、そういうのダメみたいなね、もうとにかく否定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 、ダメだし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 みたいなことされると、なんか彼女に何か言ってもダメなんだなとかね、こういう言い方しても彼女は否定をしてくるんだとか、
まあ、完全な否定じゃないにしてもね、まあ、昨日俺こういう料理を食べたんだよね、これ美味しかったんだ、いやだってあそこのこっちの方がお店の方が美味しいじゃんとかね、この漫画すごい面白かった、いやでもこの漫画の方が面白いじゃんみたいな、こう上からかぶせてくるみたいなね、よくわかんないマウントを取ってこられたりすると、まあ、ちょっとそれだけでこう話をしててげんなりするだけではなくて、まあ、じゃあ俺は何の話をすると彼女に喜んでもらえるんだとか、まあ、こういう言い方すると彼女はちょっとね、それを否定してくるから、まあ何て言えばいいのかなというような、まあ言葉を選び始めるというか、まあ、やっぱりこう警戒した話の仕方になってしまいますよね。まあこれもね、否定する側とすればやっぱり自分の考えをちゃんと主張したいんだとか、お相手に対してね、もう私がもっといいものを紹介したいんだとか、まあ、私はねあなたよりも優れているから安心してねとかね、まあそういうことを表現したいっていうような思いがあってのことだと思うんです。悪気は全くなくてね、ただやられる側とすると、まあ、ちょっとそれだけで、まあ、警戒してしまうことが多かったりするから、まあ、お気をつけになった方がいいんじゃないですか。まあできればね、まずお相手のお話っていうのを一回受け入れてあげて、まあ、それを認めてあげて、まあ、その上でね、あ確かにそういうこともあるよね、でも私はねこういうのも好きだったりするんよというような、まあ、同列でね、まあお話を提案するようなお話のされ方にしてあげていただくと、お相手の警戒心というのは、まあ、随分と、まあ、和らぐというふうにお考えになっていただくといいと思います。そして3番目はこちらです。はい、質問に答えてくれない人です。まあこれは男の人も女の人もそうよね。ね、どこ住んでんの、なんでそれ答えなきゃいけないんですかとか言われたら、そうなのと、別にね、あなたたち行きたいわけじゃなくて社交辞令で聞いただけなんだけど、そんなんでこう否定されるんだとかね、出身どこと、その質問に答える意味って何、その質問を私が答えなきゃいけない明確な理由を示してくださいみたいに言われたら、いやそういう話じゃなくてさっていうふうに、まあそれは思うじゃないですか。あ、こういうこと聞いたらちょっと怒るんかなとか、こういうこと聞いても答えてくれないんだなっていうふうに思うから、それは男女逆にしても同じ話でさ、あなたが彼にね、仕事何やってんのとか言ったら、なんでそんなこと答えなきゃいけないんだよとか言われたら、別に普通にね、社会人としてなんか社交辞令で聞いただけなんだけどみたいな、そんな話に対しても答えないとかね、まあ、いちいち切れるというか、まあこれもね、まあ、あなたにしてみるとちょっとこうね、自分のことをしっかりと保っておこうというか、お相手に弱みを見せないでおこうとか、全部を見せない方が魅力的に映るからじゃないかとかね、まあ、いろんなお考えがあってのことだと思うんだけど、やっぱりさ、でも聞いたことに対して答えてもらえないっていうだけでちょっと聞く方は傷つくよね。それは男の人も女の人もですよ。だからそれはあなたが逆の立場だったらどうかという話で、別にさ、お相手だってね、常識のある社会人であれば、そんなに踏み込んだ質問とか、デリカシーのない質問ってさ、してくるわけがないというかね、まあしてこないじゃないですか。それをしてくるような人だったら、そもそもそういう人はあかんやつだから、それは別に接しなきゃいいだけの話であって、常識的な話で答えたところで別にどうって話じゃなければさ、まあ、答えればいいだけの話だから、まあ基本的には聞かれたら答える、まあそれはね、どこまで答えるか、家聞かれて住所まで答える必要はないけど、まあね、都内のどこどこに住んでますよとか、まあこういう仕事してますよっていうことは言ったりとか、まあ別にね、それで関係がおかしくなることもないし、それでね、お相手があなたの心の隙をついてなんかね、あなたのことをなんかね、悪いことしたろうとか、まあそんな話ではないから、まずはあなたもね、自然に聞かれたことに対しては答えてあげる。だから逆に言うと、あなたの方が彼に聞いてそれを全く答えないような人っていうのは、あなたに対する気持ちっていうのが、まあそんなにね、まあ、前向きじゃなかったり、だから男の人も女の人もそうなんですけど、本当にお相手を信じてたりとか安心しているならば、また愛しているならば、まあ、自分のことっていうのをね、やっぱりこう包み隠さず話すもんだよねっていう話、こういう動画の中でご紹介差し上げています。こちらに画像があって、こちらにリンクもあるんでね、まあ、この話ちょっと思い出していただきながら、別にあなたがね、彼に対して包み隠さず何でもかんでも話す必要はないけど、聞かれたら答えたらいいんじゃないのと、まあそんなお話でした。さあ、そして4番目はこちらです。はい、物理的なね、距離が遠いと男性はそれだけで警戒心を抱いてしまうんです。男の人は、まあ女の人もそうなんですけど、物理的な距離と心の距離の近さっていうのを本能で感じるんですよね。ただ女性の場合はね、物理的に距離が近いと不安や心配を感じるので遠ざかりたがるんです。なぜならば男の人の方が力が強くて体格も大きいから、基本的に近づいて暴力を振るわれたりするといけないので、基本的にはね、そう意識してるわけではないけど、本能的に遠ざかろうとする気持ちがある。一方で男性はね、近くに寄られると、あ、
この人は俺に心を許してくれてるんだな、それは好意を示してくれてるんだなというふうに感じることがある。だから男と女ってね、それぞれそこは大きな違いではあるので、女性の側とすると男性に近づきづらいところはあるんだけども、だからといってあえてね彼から遠ざかってしまうと、彼はあ、そっか、なんか彼女は俺に距離感を持ってるんだ、あ、なんか俺に警戒心を抱いてるんだ、じゃあ俺も彼女に対してねちょっと警戒せざるを得ないよねというふうになってしまう。無理くりねあなたが彼に近づく必要は全くないんだけど、無理に遠ざかろう、まあ無意識にというかね遠ざかろうとしないことですよ。彼はここに座っていました。わざわざ 2,3 人分距離を空けてね座るじゃないですか。それだけであ嫌われてる、あかんやつなんだ俺というふうに、まあ、思ってしまうから、まあね、ということはじゃあ俺も彼女に対してちょっと、少しね、まあ、距離を取った接し方をしなきゃいけないなというふうに思うようになる、ね、だからといってねグイグイって近づいてこられたらそれはそれでちょっとどうなのっていうところもあるから、まあ、あなたの方もそんなにね近づくとか遠ざかるというよりは、まあ、ごくごく自然なポジションを取ってあげていただきながら、まあ、やや近めぐらいを意識してあげると、まあ、彼の警戒心って解けるし、あなたに対して心を許しやすくなりますよね。まあ、そんなお話よくさせていただいています。まあ、男の人をね、まあ、落とすには距離を近づけてあげると割と簡単に落ちますみたいな話はねこれまでも随分させていただいてるんで、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出ています。だからまあここで言ってるのは、まあ距離をね近づけようというよりは距離を遠ざけるなというね、意味で、まあちょっと自分で遠いかな、意識してそうじゃないんだけどついついねちょっと離れたところにいてしまうよね。ボールペンね一本受け取る時にもうわーみたいなことでこう受け取るんじゃなくて、まあそんな受け取り方はしないと思うけど、まあ自然にね、はいっていう風に受け取ってあげていただく、ちょっとこうね身をそらしながら受け取ってしまうと、それだけであ警戒されてるわというふうに思ってしまうことがあるので、まあ、そこはまあバランスの問題というふうにして、ちょっと頭の片隅に置いていていただくといいのかもしれません。さあそして5番目はこちらです。はい、いない人のね悪口や秘密の暴露をする人っていうのは、まあこれ誰でも警戒するよね、そんな人はね、男男女女どんな場面でもそうなんですけど、そこにいない人の悪口を言っていると結局お相手はどう思うかっていうと、あ自分のことも言われるんだろうなっていうふうに思うじゃないですか。まあ、昔付き合ってた女の悪口をね彼がずっと言ってました。自分が関わった女性の悪口、あの女はこうだったああだったっていうふうに言ってると、あなたそれ聞いててさね、なんか私のことも言われるんだろうなっていうふうに普通にそれは思いますよね。それは男女逆にしてもそうだし、あとはまあそこにいない人の批判否定、そしてあとは何か秘密の暴露めいたものっていうのをしていると、あまあここでの話っていうのもどっかで表で言われちゃうんだろうなとか、まあこの関係ってねあんまりポジティブな捉えられ方ってしてないんだろうなっていうふうに、まあそれはみんな思うので当たり前ですけどね、まあそこにいない人の話っていうのは極力しない方がいいし、まあただやっぱりね人の噂話っていうのは話としては面白いから、まあ、するんであれば、まあ、その人のいい話とかその人との思い出話とか、まあね、そういう人と私が昔関わっていてすごく勉強になったんだっていうような、何かねこうあなたにとってポジティブな刺激になったような話をしっかりにしてあげると、まあ、あそっか、じゃあこの関係っていうのもすごくポジティブに捉えてくれるんだろうなとか、ね、あこの人は秘密を守れる人なんだとか、ある程度ねこう、まあ、デリカシーがある人なんだっていうふうに思うから、まあ、自然にね心を許すことができるし、まあ、そういう話ができますよねという話だから、まあねこれもちょっとちょうどその逆の話で、ね、心を許す女の人が言う話みたいな話をねここで差し上げたと思うんですよね。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出てるので、まあ、この中でも言ってるように極力ね、まあ私は安全な人ですよ、ここであなたが私に警戒心を解いてもそれはあなたにとってマイナスになりませんよということを、まあ、伝えるという意味でも、まあ、私はね、この場だけの話はこの場だけですよ、別に他の人の悪口とかを言ったりしないし、あなたの悪口をどっかでよそに言ったりとかしないし、私はあなたの味方ですからねということが、まあ、伝わってれば、まあ、警戒心はね解いてくれるよねと、そんなお話でした。さあそして最後6番目はこちらです。はい、配慮にかける人ですよね。まあこれも
男も女もそれはそうだって話なんだけど、どうしてもねこう自分に対して配慮してくれないというか、やっぱりこう自分の都合を押し付けてくる人っていうのは、あ、ちょっとこの人危ないなっていうふうに警戒をしてしまいがちですよね。あなたも忙しい時にね、なんで俺と会わないんだとか、なんで俺に連絡してこないんだみたいなことをやん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 言ってきたりすると、あ、この人は私の仕事のこととか理解してくれないし配慮してくれない人なんだっていうふうにそれは思うじゃないですか。同じようにね、例えば彼が具合悪くて寝込んでる時にね、なんで LINE の返事してこないんだとかね、もうなんで LINE の返事が了解の一言なんだ、ふざけんなみたいなね、この人でなしとか言われたら、いや人でなしはどっちなんだというふうにやっぱそれは思うし、そういう人と関わってること自体がねどうなのっていう気持ちになっていってしまいますよね。それは初対面の人同士であるとか関係がまだ浅い人同士でもね、やっぱりこう私はこうなんだからあなたもこうしてよ、私はこうじゃなきゃ嫌なんだということで自己都合の押し付けで来られると、あ、配慮がこの人ないんだな、こっちのことを考えてくれないんだなっていうふうに、まあ、思ってしまう。それは同性同士でもね、男女間の問題でも、まあ、あなたに都合があるようにお相手にも都合がある、まあ、お互いねそこそこいい年の大人だから何も背負ってない人なんかいないし、何の都合もない人もいないんでね、まあ、そこをちゃんとこう理解してあげていただきながら、まあ、あなたこういう都合があると思うし、まあ、私はこう思ってるんだけど、まあ、じゃあねお互いの都合のいいところでこういう形でどうよっていう話ができるかどうか、そしてそういう話ができる人っていうのはやっぱり警戒されないし、あ、じゃあここまでの話は彼女は譲歩してくれるんだと、じゃあだったら俺もここまで譲歩しようかなっていうような、まあ、生産的な話がしていきすることができて、そこで気心が知れてくるという話になっていくと思うんでね、まあどうしてもね、まあ、この人との関係を深めていきたいなとか、まあ、どうにかしてねこう彼と心を彼の心に近づけていきたいななんて言って焦ってたりするとね、相手への配慮って時々忘れちゃったりするので、普段はしてると思うんだけど、時々ね忘れがちな時は思い出した方がいいと、まあ、そんな話でした。さあということで、全6項目をご紹介させていただきました。まあ、どれもね、男が女にというよりは女が男にでも同じ話だったりとか、まあ、同性同士でも同じ話であったりすると思うんです。でこういう話をするとね、どうしてもこうね、私は好きな人とか興味ある人には、こういうことはしないんだっていうふうに言う人いるんだけど、でもね普段からこういうことしてる人ってやっぱりね好きな人とか大切な人の前でもこういうことするんだよね。だから基本的にはねやっぱり誰の前でも同じようにして、それを癖づけをしていくということを心がけた方がいいんじゃないかなと思います。時々ねやっぱりこう自分で、あ、誰かに警戒心を抱かせてしまってるなとか、やっぱり距離がなかなか縮まらないなっていう時はこういうところをね、まあ、見直していただきながら、とはいえねやっぱり警戒心を抱いた方がいい相手というかね、まあ、そこはちょっと近づかない方がいいんじゃないのっていうようなお相手がいたりする時にはあえてこれと逆のことをやると。だ普段はもう常時これ、そして危ない人にはあえてこれの逆というような使い方でね考えてみていただくといいのかもしれません。そんなところで現場からは以上です。